今日は子羊ラムダックを焼いていこうと思います。両面軽く塩します。で、油を引きます。羊は焼くときは基本的な脂身の方を焼きます。それでフライパンが十分温まったら蓋をして火を止めます。で、また10分ぐらい置いてまた焼いて、その間に今日は付け合わせを作りたいと思います。付け合わせは今日は野菜ですね。ニンニクを潰してオリーブオイル、油がすごい温まってきたら火を弱めます。で、ニンニクに火が通ったらアンチョビ、アンチョビの香りが出たら玉ねぎ、玉ねぎがしんなりしたらズッキーニとパプリカを、ここでセージを入れます。トマトホールですね。これはちょっと少なめにしてください。これでちょっと煮込みます。で、10分経ったらまず1回外して、もう1回羊を焼きます。全然まだまだ身は硬いですね。フライパンが温まったら蓋をして外します。はい、だいぶ煮詰まりましたね。これを一回火から外していきます。で、また羊を焼きます。ちょっと血が滲んできましたね。これ火が入ってきた証拠です。ちなみに今の温度は今40度くらいですね。この時に油がかかってないこの内側も油をかけて、そうすると火が入りやすくなります、ね、ちなみにこれ今日焼く前に1時間ほど暖房の下に置いてました。それなので火の通りが早いです。塊で焼くときはね、そういう風に崩して焼きましょう。これでまた蓋をして置いてきます。さらに血が出ましたね。温度を確認してみましょう。55度超えましたね。そしたら仕上げにかかろうと思います。一回この油捨てちゃいます。今57度です。もうこれで火が入ってますね。で、新しい油を入れます。よく油を熱します。油が温まったら焼けないところはちょっとバーナーとかで、いい色ですね。塊で焼きましたけど、もちろん骨2本とか骨3本でも早く焼けますので、お塩とあとちょっと鶏の出汁を入れます
りました。これお塩かけ、はい、出来上がりです。